7月25日、スティーブン・フルトンを KO し、スーパーバンタム級初戦にして2団体統一王者となった井上尚弥、30歳。次の標的は残る2本のベルトを持つマーロン・タパレスに定まった。タパレスとはどんなボクサーなのか。そして井上が4団体統一を果たした場合、その後の展開はどうなる。写真、スティーブン・フルトンを圧倒した井上尚弥*悪夢の異名を持つ強打のサウスポー階級を挙げても圧倒的な強さは健在だった。左ストレートを相手のボディに伸ばし、すかさず右ストレートを顎にヒット。ぐらりと前のめりになったフルトンの顔面に今度は左フックをフォローしてダウンを奪う。立ち上がった2団体王者をコーナーに詰め、左右の連打を叩き込み、レフェリーストップに持ち込んだ。戦前、イギリスのブックメーカーの単純勝敗オッズでは9対2で有利と見られていた井上だが、その数字通りの力量差を見せつけたと言える。パワーはもちろんのこと、スピード、スキル、ハート、インテリジェンス、戦術、タフネス。スーパーバンタム級最強の評価を得ていたフルトンをあらゆる面で凌駕した。一気に2本のベルトをコレクションに加え4階級制覇を成し遂げた井上は、リング上でスーパーバンタム級最強のフルトンを8ラウンドで倒すことができたので、自分が最強と興奮冷めやらぬまま誇らしげに話したが、あの戦いを見せられてはそれを否定する者はいないだろう。今後、井上が見据えるのはバンタム級に続くスーパーバンタム級での4団体王座統一。その標的となるのが WBA、IBF 王者のマーロン・タパレス、31歳イコールフィリピン、だ。井上がフルトンを粉砕する様子をリングサイドで観戦していたタパレスは、試合直後のリングに上がり、ぜひ戦いたい、とエールを交換。井上が所属する大橋ジムの大橋秀幸会長も、年内には4団体統一を狙いたい。そのために動き出す、と明言した。タパレスは15年のプロ生活で40戦37勝、19KO、3敗の戦績を残しているサウスポーの強打者で、現在の王座は今年4月、フルトンと双璧と言われたムロジョン・アフマダリエフ、28歳イコールウズベキスタンに競り勝って手に入れた。これより前、2016年7月には WBO 世界バンタム級王座も獲得している。このバンタム級王者時代の16年12月、タパレスはナオヤの弟、タクマを相手に日本で初防衛戦に臨むはずだったが、タクマがジムワークで右拳を負傷したためキャンセルになった経緯がある。井上家とは朝からぬ因縁があると言える。ナイトメア、悪夢、というニックネームを持つタパレスは身長163センチメートル、リーチ165センチメートルで、井上、165センチメートル、171センチメートル、よりも小柄だが胸板は厚い。踏み込んで放つ左右のフックや接近戦の際の左アッパーなどは要注意と言える。ただ、4年前の IBF 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦で岩佐良介、セレス、21回 TKO で敗れていることもあり、世界王者としての実力と格という点において井上とは大きな差がある。気の早い話だが、オンラインカジノ、oddschecker.com の単純勝敗オッズは12対1と出ている。もちろん井上有利だ。井上はサウスポーとは世界戦で3度対戦して2回 KO、1回 KO、3回 KO でいずれも圧勝しており、タパレスも問題にしないものと思われる。井上が KO 勝ちを収めて年内に4団体王座統一を果たす可能性は極めて高いと言える。フェザー級に転向したらどうなる？今年中に4団体王座統一を果たすと仮定して、ここから先は近未来の井上の動向を占ってみたい。まずスーパーバンタム級に残った場合だが、バンタム級時代から名前が挙がっているジョン・リエル・カシメロ、34歳イコールフィリピン。ルイス・ネリ、28歳イコールメキシコ、らが対戦候補として浮上してくる。元3階級制覇王者のカシメロは37戦33勝、22KO、4敗のファイターで、
2階級制覇を成し遂げているサウスポーのネリも36戦35勝、27KO、1敗の強打者だ。軽量失格やルール違反などトラブルメーカーとしても知られる両者は以前から再三にわたって井上を挑発しており、話題性や注目度は十分と言える。ただ、実力的には井上が2人より1枚も2枚も上であることは間違いなく、どちらと対戦しても井上の KO 勝ちの可能性が高い。また、ネリは日本のボクシング界から永久追放処分を受けており、仮に試合が実現するとしても海外になりそうだ。もしも井上が早めにスーパーバンタム級を卒業し、5階級制覇を狙ってさらに 1.8kg 重いフェザー級に転向するとしたらどうなるだろうか。井上が米国でのプロモート契約を結んでいるトップランク者は、すでに25日のイベントで井上の試合の前に出場して清水聡、大橋、を5回 TKO で一周した WBO 王者のロベーシ・ラミレス、29歳イコールキューバ、との対戦を示唆している。ラミレスは12年ロンドン五輪フライ級、16年リオデジャネイロ五輪バンタム級で金メダルを獲得しているサウスポーで、プロデビュー戦でつまずいた後は13連勝、8KO、と勢いづいている。身長165センチメートル、リーチ173センチメートルと井上と体格面で大差はないため、実現性は高いかもしれない。フルトンに圧勝したことで井上の評価と商品価値がさらにアップしたことは間違いない。30歳にしてまだまだ成長途上にあるモンスターに今後も要注目だ。文、原勲、ボクシングライター、写真、アフロ。